じゃあ続いて今度、まあ、出来上がりがまあこういう感じなんだけど、はい、これこうやってあのもう少し釣り込み取ってるんで、あのこういう風になるから、うんうんうん、曲げてあるんだよね、はい、でこういう感じで、まだこう当然皮の裁断したばっかの状態だから上がりすごい結構痛いんですよ、うんうん、こうやってやるところは指に筋できるぐらい、ほら、うんうん、分かります分かります。でこれをこのカンナを使って豆カンナって言うんだけど、独立した頃だから30年ぐらい、うん、あ、ずっと使ってるんですか。使ってる使ってる、もう壊れそう。これなんか昔のやつで、もうこのこれ自体、この木を作ってるもう職人さんがいないらしいよね。あ、そうなんですね。そうそう、これ僕もう折れたらもう壊れたらもうダメだよ、うん、ちなみにもう一個途中で買ったことがあるの、それを聞いて、はい、だからこれはまだギリギリ、これはだから多分15年ぐらい前のやつだと思うけど、うんうんうん、ああなるほど。まあなんかここのデザイン変わってるよね。ああそうです。で今度は前にこれはあの俺が改造したやつなんだけど、改造要はここを全部角度つけて、これもだから当時の古いやつだね、はい、これな、ここについてないやつだからもっと古いやつかもしれない、これ歯研いでねえな。要はこれあのここの角度変えて、うんうんうん、こうなんかこうくり抜いたところをキュッとこうやるためにわざわざサンダーでかみ、うん、この角度つけたわけ。なるほど。そうそう、まあこの3つを使って、まあこれどっちかっていうとこの2つ使ってんだけどね、うん、でこれまず平ら、多少まあパッと見たらなんとなく平らなんだけど、よく見るとやっぱり段差が結構あるんですよね、うんうん、まっすぐ張ったつもりでもこれ絶対なっちゃうの。でそれをまずこうだらしていく。まずはこのある程度平らにしちゃう。でも本当にもう感覚でしかやってないですよね。うん、大量にはもちろん作ってないけど、10年もやれば大体わかるよ。まあそういうのはそうですよね、経験ですよね。ね、ここが結構肝だから、うんうん、大体平らになるんですけど、そしたら今度これを、いわゆる面取りね、今度この、はいはい。それで、最後裏側を貼るんだけど、結構握力もいるんですよ、うん、指先の力ね。でこれまだねあの角立ってるんで、これから面取り入ります、はい、でこれまずここをねちょっと平らにざっとするんだけど、どうしてもね多少の段差出ちゃうんですよ、うんうん、全部1枚ずつあの本型で貼ってるから、あのよくあの普通の2枚合わせだったらこうやって荒立ちって言って大きく裁断しておいて最後にこの型でドンと抜けばめちゃくちゃ綺麗なんですよ、ここ、うんうんうん、だけどこれはあのあえてここが広くてトップが狭くしてあって、うんうん、それであとこの肉盛りっていうのを入れるから、どうしてもね全部手で貼らないとそれがうまくいかないのね、うんうん、なるほど。まっすぐこう上から見てもやっぱ曲がっちゃうから、うんうん、でもなんかそういうなんかなんかまっすぐだとつまんないんでね、なんかねカーブ入れてるんだけど、で今度面取りこの角をね、はい、削っていきます。で裏側も
で、だん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 こう、なんていうんだろう、かまぼこみたいな少し丸みを帯びた感じにまた仕上げてきて、うん、だいぶいい感じで、あんまり取りすぎてもね、もうここはいい塩梅で、そう、ここに印つけておいて、そのミシンで縫う、その下穴をここだけはね、ちょっと正確にやりたいんでね、うん、穴開ける線が必要なんだけど、それでまた同じようにこうやって、このやっぱり貼った時ピシッとある程度そこそこ綺麗に貼れてないと、はい、やっぱこの面取りがえらい大変なんですよね、うん、で、糊もやっぱりしっかりつかないと途中で剥がれてきたり、だからタイミングで、ね、糊つけてなんか誰かお客さん来ちゃったりとか、うんうん、まあ、電話が鳴っちゃってそっちに夢中になっちゃって止まっちゃったりとかすると、もう作業止まっちゃうんだよね、はい、でまたもう一回糊につけ直さなきゃいけないとか、うんうん、だから乾きすぎてもダメなんですよね、うん、時間経ちすぎちゃうとまたつかなくなっちゃうからまた一からやんなきゃいけないからね。そういうなんかの、だから比較的糊作業が多い仕事は実は結構夕方から夜にかけて多いんですよ多いんですよね。確かに。あんまりこうなんていうんだろう、うん、業者さんも来ない時間帯とか。お客さん確かにたくさん来た時だと難しいですね。そうなんですよ。そのタイミングの時間が、昼間はもうほとんどこういうなんか手の込んだ仕事はあんまりできないんだよね、うん、いい感じですね、うん、こんな感じ。もう一個のやる前と比較するとこういう感じ。なるほど。ああ全然違います。ここのね、この面の部分が、それで今度こっから最近便利なものが売ってて、はい、これはなんかサンドペーパー、いわゆるこれもうオート糸店さんとかでもう売ってるんだけど、この、まあ、ペーパーの代わりだよね、はい、噛みやすい、うん、でこう棒になってるからすごいやりやすいんだよね。昔なかったからすごい便利だなと思って。ああ確かに。大量買いしました。これあのこっち側かな、粗い方と細かいのがある、うん、でこれまず粗い方で、まずあこれ確かに使いやすそうですね。これ意外と、うん、俺にとっては革命的な、うん、サンドペーパーってなんかいわゆるこう正方形に近いような、そうですよね。こういう感じなんですよね。そうそうそう。これはあのもちろんもっとでかくて自分で使いやすいで後で切って使うんだけど、はい、でやっぱ 粗くないとある程度いかないんだけど、うん、まあ紙普通のね、あの番手の粗いのでもいくんだけど、まあ、これが俺今一番いいかな、うん、でこれこの角面取りの部分も、うん、これも全部手作業で、これがね俺すごい好きなんだよね、うん、結局なんかこの、まあこれマレンマだけど、はい、ブテロとかこういう皮が好きな理由はやっぱりしっかり油が染みてるから、うん、もうなんていうのかな、こうがっつりこうやって磨き込むと結局最後にツヤツヤになるのが結局こあのなんていうの、やった分だけちゃんとこう、うん、成果が出るから。なるほど。これはね本当に面白いよね、うん、だから、うん、作ってても楽しいし。なるほど。やっぱりこういうブッテロとかマレンマに出会っちゃったらなんか今までやってたこと何だったんだろうぐらい、うん、すごいこうなんていうんだろうな、結果が出る皮で、だからこうボソボソにならないよね、まずね、うんうんうん、
やっぱオイルがこれしっかり切れんだなっていうのもはっきりわかるから、まあ、変な話だけどこのカスでさえそんなに飛ばないもんね。これぐらいのレベルだからやっぱりあの安い皮って油が効いてない皮って、はい、もうこの辺まで回っちゃうんですよ、こんなことやったら。あ、なるほど。あ、そういうところでも分かるんですね。そう、あと切るときで分かるけどね、うんうん、まあ、あとはこれをこうやって下仕事作ってここでちゃんと手抜かないで磨いとあのペーパーかけしてあげると後でちゃんと成果が出てくるんで、うんうん、それからもっと番手のちっちゃい それこそこれはもうサンドペーパーでやるんだけど俺の場合ね、うん、これもやっぱりこれはもう手作業でこの手の感覚で丸くなってるのを確認しながら小指で。だいぶほらこことここだいぶ違うでしょ。はいはいはい、そうですね。これは何番だっけな、400じゃないや、320か。今のはもうさっきのサンドペーパーの下仕事なんだけど第2段階の下仕事、うん、でこれ目止め液って言ってあの多分あのクラフトやってる人はあのトコノールっていうのを使ってると思うんだけど、で業務用で目止め液っていうのが結構大きい瓶で売ってるんで俺はこれそれ使っちゃってるんだけど、まあ、ある程度このぐらいね塗るんですよ。要はあの目をなんていうのあの止めてその粗くなってるのね。でサンドペーパーと細かくしたでしょ、うん、で今度さらにこれで塗り込んであのさらにこう細かくしていくの、うんうんうん、目を皮の断面というかエッジ部分をね。でこれガラスってこれやっぱり磨くのにあのいいんだよね、うん、ヘチマも使うんだけど、ほうこう皮硬いから硬いにものに関してはヘチマ使っちゃってるかな俺は。でこう拭き取ってま平ら部分はまあこうやってもいいし、でエッジ部分とやっぱりねここはやっぱり素早くやんないと乾くあれがあるんで、まあこれもきっと作り手のやり方が多分みんな違うのかもしれないんだけど、これ要はあのこれね着色したわけじゃなくてあの染料がここで効いてるんだよね、はい、そのなめしの段階でね、でこっからツヤを出してあげるんだけど、これでもうひたすらあもうね、ついてきてるでしょ。ひたすらこう磨いてあげる。ツヤがすごい。これがやってる時は一番楽しいのかもしれないな。なるほど。ね、なんかこのすごい透明感がたまんないよね。そうですね。それであのもうこういうとこほら剥ぎ目が分かんないでしょ。はい、もう完全に1枚になった状態になる、うん、そういう感じです。なるほど。その下仕事がちゃんとできちゃんと時間かけてるから、うん、ここで成果が出てくれるんだけど、うんうんうん、あれを結構怠ってると結局、ね、ここまでいかないんですよね。なるほど。何の仕事もそうだろうと思うんだけど、まあ仕込みとは違うかもしれないけど、まあそんなようなイメージだよね。かけるべきとこはかけて、
あの、なんて言うんだろう、段取りよく素早くやるところももちろん必要になってくると思うんだけど、こんな感じ？はい。いや、もうなんか僕が知ってるハンドルというか、その状態に近いで、ね。で、このやっぱりこのね、肉盛りの感じと、あと、まあ最初と比べるとね、こういう感じだよね。はい、これさっきのあれ、こっちか。はい。この辺なんかはね、だいぶ肝だよね。そうですね。やっぱ面白い。で、あといよいよ縫製なんだけど、はい、その縫製の前にまたもう一回ちょっと下仕事じゃないけど、ここはやっぱね、どうしてもこうカーブがあるんで、はい、ちょっとあとやっぱり一番目立つとこだから、うん、少し慎重に、かなり慎重にやるためにちゃんとこのひしめ打ちをね、開けちゃうんですよ。あ、なるほど。これもまあ本当ひと手間なんだけど、ちゃんとここに来るように全部測って、目で測って。で、さっき開けたね、線があって、それに倣って。